それではいきます。はい。かなえさんは嘘がエスカレートし、もはや嘘か真実か区別がつかない状態になり、周りを困惑させ続けているので罰ゲーム実施決定です。当たり前だ。ライフはコラボ配信で嘘発見器を手元に置いた状態で配信をしてもらいます。どうも皆さんこんにちは、ニーサンジスフライターさんです。こんにちは。今日はお友達のアキナくんが来てます。 BGM 大きいって普通に友達に。あこんなもん BGM。 はい、どうも皆さんこんにちは、サヨルサギラと申します。今回はですね、はい、よいしょ。なんか月一二次三次っていう企画の風紀委員の方に嘘をつきすぎてるので処罰されるとのことで。金井さんすぐ嘘つくもんだって。さっきも2回騙されてたよ、ここで。いやね、ほんとね、ダメな男なんですよ、この男は。で、なんかスタッフさんが、スタッフさんがビリビリ嘘発見器っていうのをやってもらって、はい、なんか、うん、ちょ、1回試してやると、うん、どんなテンションかっていうと、はいはいはい、手を置いて、リセットします。あ、いいね、で、スタートを押す。金井さんは男の子です。で、質問、じゃあちょ、一回テストね、うん、絶対嘘つくわ、これは。オッケー、じゃあ、行くよ、うん、じゃあ、かなえさんは生まれて一度も、キーボードの掃除をしたことがない。はい。おお。で、すごいね、ファンキーだね。スタートする。そしたら、うん、こうなるじゃん。はいはい。ドゥン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 。あ、怖っ。はいはいはい。でもこれ電撃ゼロだから。おお、綺麗好き。まあゼロだったから、あの全然電撃が来なかったんだけど、うん、これがまあ本番だともうすごい、もうっていうか、逆に嘘をつかなかった場合、うん、あ、そうだね、僕今嘘ついたって言ったよね。うん、ついた。嘘つかなかったよ、ね、いいよ。じゃあなんか質問して。いい。じゃあかなえさんはもう三枝明のことがもう好きで好きで、はい、好きで好きでたまらないから今日呼んじゃった。いいえ。なんでなんで、絶対ブーじゃん、それも。やった、ブーじゃん、もうブー見たって。かなえさんブー見たもんだって。ちょっと待ってね、何質問されたの気がするんだけど。いやいや、ちょっと待って待って待って、はいはい、じゃあどうしようかな。じゃあ俺らはさっき一緒に夕ご飯を食べた。あ、はい、うん、そうだ。これは本当だから、うん、これは本当だから。いや、なんかまだ残ってんだもん。さっきご飯食べたもんね、ビリビリが、うん、集合2時間前に集合してご飯食べ、うん、俺夢みたいなのかな。今話してないけど、うん、手にビリビリ残ってる、しびれてるよ、ずっと手。え、だからさ、え、でも、だってそれゼロじゃん。ちょっと2ぐらいしてみるか。なんでガチノーリアクションなんだよ、じゃあ。なんでじゃあガチノーリアクション。電撃慣れちゃって。かなえさんは、じゃあ分かった。じゃあ、これ絶対ならないわ。かなえさんは、エイペックスレジェンズをプレイしたことがある。はい。おし、これはもう、これブだったらもう、かなえさんのもう、何者なんだよ、になっちゃうから。言ってじゃなくて、言ってじゃなくてさ、かなえさん、待って、かなえさんじゃない今日。あ、かもしれない。かなえさんはかなえさんじゃない。いいえ。誰さ、すいません、知らない人だ。違う、これ誰ですか、絶対嘘になるって。ちょっとじゃあやってみる。やるじゃあ一回手を置く、手を置いて。これだから一回多分さ、あ、違う、リセットかけるから手を置いて、アキナが手を置いて、はい、指先もでリセットします、うん、はい、で一回、はいはいはい、このスタートをして、はいはい、今ドゥンドゥンってやってくれたの。ああ、怖い。ああ、ゲーム。そうじゃあ、うん、いや俺全部に入ってるから。あ、三枝明は、うん、実は、うん、喧嘩したことがない。はい。え、俺あったっけ、喧嘩したこと。え、喧嘩したことないね、回だから。あ、ないんだ俺。いいね。あ、すげえ、俺喧嘩したことなかったの。三枝明は、はい、俺全部入ることやるから。まだ寝ないくせに嘘でお休みってツイートしたことがある。はい、よくやる。ああ、よくある、よくある。そっか、はいって答えるから、はいって答えたら嘘なんだろうね。あ、そう。じゃあ俺次全部いいえって言うわ。じゃあ、オッケー。三枝明は
イロハスが大好きだ。いえ、クソ水クソ水。あ、待って、ダメだ、ね、あ、案件なくなっちゃう。え、待って、イロハス大好き。イロハス飲みます。イロハス飲むわよ。うんうん、うわ、すげー、滑らか。じゃあ、はいか、いいえ、でも嘘ついて。俺がね、そう、うん、明日、はい、今日よりも好きになれる、うん、むつ、どっちで、いいえお前、これ、これ合ってます？正直者すぎる。合ってます、これ、ねえ、え、これさ、絶対これ、え、嘘つきと正直者なんよ。かなえさんは、二次三次が大好きだ。いいえ、なることにかけてる。なるほど、そうなの。二三時大好きだから。え、ちょ、なんとかしてピンポンして。そうだね、ちょっと、え、どうする？絶対にはいでしょ、絶対にはい。かなえさんは、バーチャルユーチューバーだ。はい、うん、これ鳴ったらまずいからね、これ。いや、もう別人じゃん、やっぱ。すいません、かなえさんじゃないの。かなえさんじゃない。違う違う違う、かなえさんじゃないの、やっぱ。いや、絶対鳴るんだって、これ。かなえさんっぽい何かだ、これ。かなえさんは、風呂に入ったことがない。ちょっと待って、答えてないし。なんか、謎のゲームちょっと怖い、なんか、バカ、壊れちゃったおかしくなっちゃった。答えてないし、かなえさんは、トイレに行ったことが一度もない。はい、アイドルはトイレしないんだ。ああ、そうなんだ。え、あの、うんちしないだけじゃないんだ。違う、トイレ行かない。え、かなえさんは、毎日配信をしてる。はい。いや、そう、さっきご飯の時も話したからね、この話。そうだよ。どんな時でも配信する。未だにデビューからね、毎日配信欠かさずやってますからね。ねえ。やっぱかなえさんって、誰だって、誰だこの男。どうでもいいね、これ。かなえさんは、オムライスが好きだ。いいえ。これ鳴ったらオムライスが好きってことですかね。分かったかも、ピンポンさせる方法。なんか待って、ね、嘘発見器を解析した。そう、ちょっと全部ピンポンな、それ頑張るわ。分かった。じゃあ、かなえさんは、ドラムで日本一になり武道会 に立ったことがある。はい。これでもハイだったとしてもやっぱこれかなえさんじゃないよな、もう。ちょっと待って、じゃあかなえさんは、剣道の師範代に、ズブの素人ながら、一本を取ったことがある。はい。なわけないからね。なわけないからですよ。かなえさん剣道とかやったことないから。かなえさんは、ウサイン・ボルトに、50m 走で勝ったことが一度だけある。はい。ありえないですからね、絶対。ウサイン・ボルトに勝てる人間なんてこの世にほとんど存在しないですから、ね、ちょっと待って、やばい。かなえさんは、新幹線と、徒競走をしてギリギリ勝てた。いいえ。え、圧勝だったんだ。なるほどね。ちょっと待って、やばい、分かったかもしれない。やばい。かなえさんの、年収は8億円だ。はい。おう、あ、8億円。バレちゃった。やばい。資産がそろそろ何億超えたって出るかな、記事にみたいな。あー、これやばいですね。出ちゃった。かなえ年収8億超える。これは皆さんのおかげでね、とてもいい生活させていただいたと思います。怖えよ、それ。じゃあ俺のから次。じゃん、 OKOK、 いいよ。じゃあ置いてください。はい、こっちから。ちょっと待って、やばい。あー、電流レベルが4になっちゃった。じゃあ、あなたは過去に銀行強盗を行ったことがある。ないです、ないです。いいえ。あったらやばいです。あったら僕、あの、禁止になっちゃう。禁止になっちゃう。から俺、禁止になっちゃうよ。から禁止になっちゃって、やばいって、から。おー、よかった、危ねー。これ、じゃあ、はい、あなたは、はい、昨晩、はい、
よく寝れた。あーこれは、あて、いや待って、はい、いった、うわいったこれ、うわいったこれ、え、いったこれ、お、すげえ、俺、あ、ちゃんと見えた、壊れてません、これいった、え、体やばい、これ A few moments later。 え、待って、あのさ、これもしかして痛くないのかな、俺さっき大げさにリアクションしちゃったの。あ、やってみる、一回やってみよう、ちょっと、じゃ、多分このままおスタートしてみよう。あ、いいよ、多分絶対なる。あ、オッケー。じゃあ、うんち、うんち、え、でもカナエさんがあまりにもノーリアクションだから、あんまり痛くないっていう説はあるね。いったいったいった、痛えじゃねえかよ、痛えじゃねえかよ、ちょっと待って、おかしくない、最後騒ぎな、うんちではない。まあそらそう、そらそうなんだけど、いや、そうなっちゃうよ、怖い、あれ待って、これさ、俺とカナエさん手伝えてたらさ、そう、両方に来んのかな、うん、うんち、うんこ、怖い怖い、カナエさん怖いよ、俺両手でやったけど、ちゃんと怖い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 、しかも僕全然来ないし、え、これしかもさ、初めて知ったんだけどさ、3回来るんだこれ、俺最初に1回ビーンビーンビーンみたいな感じ、最初いった、めちゃめちゃ痛い痛い。まあ風紀の方はこれでね、僕が反省したと、あの風紀の皆さん、カナエさんは本物です。ということで、僕らの罰ゲームはこれで以上とさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。あれだね、あのカナエさんとの嘘発見記、二次三次の、まあ、メンバーの中で多分おそらくカナエさんと、まあ、一番よく合ってるのよ、うん、その、あ、あの、オフでの、オフでオフでよく会ってて、ご飯とかも食べたり、まあ、いろんな話をする仲なんだけど、あの俺が今までそのオフで会ってたかなえさんって、あの同一人物だったのかな。あのいつも配信で見てるかなえさん、俺がオフで遊んでたかなえさん、コラボしてたかなえさん、そして嘘発見記をやってたかなえさん、同一人物だったのかな。なんならそのオフコラボ中もなんかスイッチングみたいな感じで、かなえさん、まあ、仮にかなえさん、その原型をかなえさんオリジンとするけど、かなえさんオリジンから実はかなえさんオルタに切り替わる瞬間が実はあってみたいな、俺がまばたきしてる瞬間に別のかなえさんに切り替わってたりとかしてね、ちょっとやっぱかなえさんはあれですね、ちょっと計り知れない男だな、ちょっと怖い、怖いよ、俺はかなえさんが怖いよ。いやね、さすがに戦慄した、マジで。あの配信は、あのね、配信時間自体も30分ぐらいで見やすいから、ちょっとあれ見てない人はちょっとぜひね見てほしいわ、マジで。あのかなえさんのねチャンネルであるので、嘘発見機コラボ、俺ねマジで怖かった、マジで怖かった、しかもビリビリ痛いのよ、しかも。あのね、カナエさんが怖かったのもあるし、ビリビリ痛いの、あれすっごい、すっごい痛いの、あれ最大レベル4、バチクソ痛いのね、あれ。吹っ飛ぶぐらい痛いの、俺吹っ飛んだもんだって、1回吹っ飛んでカナエさんつぼってたし、なんかアキラ本当に電流食らった人みたいなリアクションしてる、わらわらって言ってたけど、違う、俺本当に電流食らったんだってつって、違う、カナエさん、カナエさん、違う違う違うって、俺は電流食らったから吹っ飛んだんであって、別になんか、あの、食らったリアクションをしたわけじゃないよ。違うよ。でもね、かなえさん、マジで、その、4レベル食らってても、無表情。あの、薬指がたまにピクピクってするだけで、ガチ無表情でずっと当て続けてて、ちょっとね、マジで得体のし、やっぱ人間じゃないんだろうね。うん、人間じゃないんだと思う、かなえさんは。さすがに。闇を垣間見た気がしましたね、あれは。うーん、いや怖えよ、俺もマジで怖い。かなえさん怖えわ、天使だから。あ、そうだね、そう、人間じゃないんだから、ほんとそう、かなえさんはやっぱ天使なんだ。うわや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 わ。二度と歌うな。いや、あの、ちゃんと歌うと権利、
違う別にあのバカにしてたとかじゃなくて、あのちゃんと歌うとその権利的な問題にちょっと引っかかるかもしれないと思って、あのちょっとモザイク入れました。そうモザイク入れただけです。